桜まだ行っとらんな、行きたいなと思った。意外と予定がね合うことが少ないんだよ。意外と忙しい。ずっと家におるだけやと思うやん。意外とそんなことなくてびっくりするんだよね。あれ結構外出るんやみたいな感じ。日中もなんか YouTube とか見てゴロゴロしようって思っとった、ちょっと思ってる自分もおったんやけど、動画作ったりとか全然そんなことなくてびっくりしてるってのはあるな。ありがたいことやけどな、めちゃくちゃ超嬉しい。近々飯は行こうって言っとうけん、その時にな時間あれば花見もちょっと行きたいな。あるかは分からんけど、まあ3人で見たら多少桜が散っとっても楽しいやろ。花見はね確かに花を見ることも大事だと思うんやけど、やっぱ誰と行くか大事だと思うねんな、個人的には。